中州島の北部に位置する島、太平島の沖合2 5トルに位置している。中州島は中国語での名称であり、中国語での別称は中州省。中華民国が実行支配しているが、中華人民共和国、ベトナムなども領有権を主張している。なお、これらの国々とスプラトリー諸島の島々の領有を争うフィリピンは、 太平島と中津島は島ではなく岩と国連で主張しており、国連に非加盟である台湾はこれに反論することができない状態となっている。気候は熱帯に属し、南西モンスウーンの期間は雨季になる。珊瑚礁に囲まれた自然が豊かな場所であることから2003年に中華民国によって海洋保護区に指定された。2003年8月16日、 中華民国内政部長の甘利正則が率いる一行が上陸し、島の中央に中華民国の国旗を建て領有を宣言。太平島と中洲島の自然を観測する必要性から2004年3月に生態保育観測艇と称する施設が中洲島に完成。以来、海岸巡防署の M8 海底が生態観測の名目で島の周囲を巡行している。 観測艇は2004年7月に倒壊し、その後に灯台が建てられた。2012年3月、党の周囲を巡行中であった海岸巡防署の巡視船が、ベトナムの巡視船と衝突。同年、国家安全会議秘書長の小ためさだと内政部長乗り、広資源が率いる一行が上陸し、改めて領有を宣言。同年、太平島に、 最大射程距離6.1キロの12センチ迫撃砲が建造され、中須島がその射程に入った。なお、小田目さ田らは2016年には、馬英九総統ともに太平島を視察している。ありがとうございます。